熊吉お兄さんの宮島学園情報局って、何です？この企画、熊吉さんと一緒にあかりさんたちを紹介してほしいって偉い人からお願いされたんですけど。そうだね、僕たちの日常を描いた PSP ソフト鬼ごっこポータブルが発売されるにあたって、攻略対象であるメインヒロインを紹介しようという企画みたいだね。わーい、私たちのプライバシー全無視だー。ってあれ、ちょっと待ってください。攻略対象のメインヒロイン、これって確かお兄ちゃんが主人公ですよね。ああ、プレイヤーは葵くんの兄浦部圭介になって各ヒロインを攻略していくという恋愛アドベンチャーゲームで。私は、私もヒロインじゃないんですか？コンシューマーかといえばサブキャラのメイン昇格、ついにお兄ちゃんとイチャイチャラブラブ嬉しい恥ずかしあんなことやこんなことをする機会がいや、君のルートないからね。なんですと！それを言うなら僕だってそうさ。古くから恋愛ゲームに男友達ルートは鉄板だったら、僕とケイスケの友情を超えたちょっと危ない関係を濃密に書いたお話があっても。熊吉さん気持ち悪いので黙ってください。あと気持ち悪いです。大事なことだから2回言われた。まさか私のルートがないなんて。え、早く紹介に行ってください。やればいいんでしょ、やれば。うわー、担当者のもげろ。はいはい、それじゃあ泣いてないでヒロイン紹介に行こうか。それでは最初に紹介するのは彼女からだね。僕やカナの幼馴染キリツミやあかり、おとぎ話がテーマの本作で桃太郎を担当するのが彼女だね。僕らの島ではキリツミヤ家は桃太郎の子孫だと伝わっているよ。あかりさんっていえば気まじめな印象がありますよね。メガネやお下げはしてないけど院長タイプっていうか、悪いことは絶対に許しませんって性格というか。さらに文武両道でハキハキとした明るい物言いとくれば、男子だけじゃなく女子にもモテるんじゃないかな。葵くんは同じ女子目線で明かりを見てどうだい？お兄ちゃんを狙う目標ですね。おっぱいが大きいからって。なんでもないです。すごく頼りになりますよ。女子寮では隣の部屋なんですけど、困ってるとすぐに助けてくれます。そうだよね。でも本当はうっかり屋さんだから、よく失敗しては顔を赤くして慌てていることも多いんだ。それでつけられたあだ名がうっかり侍。基本スペックが完璧なのにちょっと隙があるなんて、これが女子力、女子力なの。まあそれでよく裏を取り逃がしたりしているみたいだから、本人的にはうっかりなところを直したいみたいだけどね。じゃあお兄ちゃんが捕まらないためにあかりさんにはずっとうっかり侍でいてほしいな。女子力高いけど、もし彼女がケイスケの恋人になったら、しっかりした性格のあかりがケイスケに喝を入れる姉さん女房になると見せかけて、実はデレンデレンの甘えん坊な姿が見られるかもしれないね。なんでそう思うんですか？あかりさんのイメージとは真逆だと思うんですけど。だってギャルゲー的にはそっちの方が燃えないかい？デレデレ系ヒロインとか僕大好物だよ。ただし妹属性に限る。ダメだこいつ、早くなんとかしないと。プレイステーションポータブル専用ソフト鬼ごっこポータブル、6月27日発売予定。初回限定版はこちら。欲しい人は買い逃さないように予約しなきゃね。予約すると裏シグナルがついてくる。これってあれだよね、映画で見たことある。空に影を映したらコウモリ仮面のおじさんが。え、それ以上いけない？